核科学は原子核の改変を扱う科学の分野。原理は原子核反応で生成する人工放射性元素に関する無機化学である。核物理学と密接に関連する分野であって、研究領域を厳密に区分することは困難であり、時代や地域によりその内容は必ずしも一定していない。具体的には、発足当時はプルトニウムのようにトン単位で生成する各種が、 学問の中心にあったが近年発見される新規人口放射性元素は半減期がマセック以下でありかつ一つ二つと数えるほどしか生成しないため原子核物理学あるいは放射化学のことを指している場合が多い原子核に対して中性子を吸収させるか他の各種を各融合させると別の各種に転換される前者は 電荷を持たないので比較的容易に核に吸収させることが可能であるが、後者は電荷の障壁を超えるためにエネルギーが必要な一方、余剰なエネルギーは核を不安定化させて、さらなる核分裂の要因となるので、精密な入社エネルギーのコントロールが必要である。転換された各種が、陽子化剰あるいは中性子化剰が進むと、不安定核となりアルファ崩壊、ベータ崩壊や、 核分裂を引き起こす。一方、核子数の魔法数が知られており、特定の数の場合では、エネルギー順位の閉角構造をとるので、原子核が安定化すると考えられている。ありがとうございます。